おはようございます。おはようございます。チャルコン、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。ファイバーファクトリーの工場見学へようこそ。それではご案内させていただきます。じゃあどうぞ。まず工場にお客様から生地が入荷します。入荷した時点で生地の品番と色とメーター数、あとは生地幅ですね、そこを確認して次のスポンジャー工場さんに出すための準備となります。この時に気をつけているのは、メーカーさんの間違いがないかであったり、お客様名があればお客様名を記入して、で一旦工場の外に全て生地が出ていきますので、その受け取りましたよっていう証明書の意味も込めて減反カードというカードを作っていきます。こちらでお客様のデザイン仕様であったり、あとは寸法ですね、寸法体型補正の入力を行っていく作業となります。お客さん一点一点仕様であったり寸法体型補正が異なりますので、ここは非常に重要なオペレーションになるんですけれども、ここで間違いがないように一応弊社ではダブルチェックを行うようにはしております。あとこちら、体型入力を入れたもののパターンをパソコン内で CAD 内で作りますので、それを作ったものをこちらでマーカーでマーキングしていくと。マーキングしたものを、プロッターで出して、で弊社の場合は一回一回パターンナーの方がパターンをチェックして、お客様一点一点の型紙を作るというところも特徴です。こちらで、プロッターから出したパターンをパターンナーの方が一点一点チェックしていきます。お客様の、着丈であったり紙道、中道、あと袖丈、着丈、ズボンに関してはウエスト、股下等々を測っていきます。でどうしてもパソコン内で、無理な補正をかけるとパターンの線が歪んでいきますので、それをパターンナーの子が、一点一点手修正をしていくっていうのも特徴かなと思っております。どうしてもここでこう縫製の、線が大事にはなってくるんで、パターンの時にその縫製の線を意識したように、パターンを引いてくれてるっていうのも、いいところかなというふうに思います。はい。こちらストックルームなんですけれども、化人の棚ですね、お客様によって表地にもよるんですけれども、厚い化人がいいのか薄い化人がいいのか半分の化人がいいのか、本バス芯が肩に入っていた方がいいのかとか、いろんな種類があるので、オーダーごとに、ファイバーの場合は選んでいただけるようになっております。でこちらがハードタイプのフルキャンバスですね。胸の下のところまで、ボリュームが出るようにきちっとこう、持っただけでもね、こう形になるようになってます。胸のボリュームがきれいに出ております。でこういうふうにちゃんとね、肩には肩の形状を、補強というか、きれいに前肩を作るためにも便利ですし、肩の補強のためにこういう本バス芯、を入れて、化人を作成してます。これがフルキャンバスになって、もう一つはこういうハーフの化人もご用意はあります。ここですね、ここにハーフなんでウエスト下
そうですね、5センチぐらいのところまでですかね、入る生地になります。これもあの胸のボリュームは、フルキャンバスに比べるとそこまで出ないかなとは思うんですけれども、まあ、肩周りまできっちり生地が入るんで、まあ、着やすいは着やすいと思います。あとこういうタイプも、まあ、ファイバーの場合は、割とこういう本バス芯を肩周りに使ってますので、肩崩れですね、そういうのも防止できるかなというふうに思います。あとまあ薄めの毛人でいうとこういうタイプのものですね。胸のところには毛人がなく、まあ台芯1枚のペラペラになります。で肩だけはしっかり補強したいので本バス芯を入れてはいます。こちらだとあの夏用の薄いジャケットタイプの生地とかにはすごい向いてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これもあのここだけで約40種類ぐらいの毛人を持ってるんで、台芯ですね、台芯の素材がいろいろあったり、まあ、僕らはブレンドっていうんですけれども、台芯と胸増し芯、肩増し芯、フェルトの組み合わせをいろんなメーカーさんに合わせて、作るようにはしております。